にちは。こんにちは。今回はですね、はい、雪見大福の、はい、雪見トーストを作りたいと思います。なんか雪見大福使った料理って定期的に出ますよね。そうだね、揚げたり、うん、それの今回は、はい、パンにのせて、はいはい、リンゴジャムをひいて、うん、スライスチーズを置いて、その上に雪見とトーストで焼く前にパンをまずバターを塗って、うん、フライパンで一回焼く。フライパンで、うん、はい、そういうこと。そういうことね。これはパン2つ入りそうだな。そうやね、ロイヤルプレート。濡れるほど柔らかくはなかったな。こっちあ、ここに落として焼く。そういうことね。すごい熱しつけたね。熱しつけたよ。うい、はい、気づいたら丸もきとるんじゃないの。わ、うわ、来た。じゃあバターを溶かしたフライパン、はい、片面だけ焼いていきましょう。片面ね、うん、これへっこましちゃったけん、そっちをちょっと任すためにそっちを焼きます。焼、はいていきます。どうなるのかな、こうやって焼いて。こんな焼いたことないから分からんけど、カリッとなるの。バターを染み込ませるんじゃないですかね。フレンチトースト的な。そう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 、だけフォークとナイフで食べる感じ。フレンチトーストね。フレンチトーストもう長いこと食ってないな。ハレンチな児玉さんが。フレンチキスって映画があったよね。フレンチキスってどういう意味なの。キショッ使いようや。いや、今のところブルースリーっぽい髪型で。染み込んだかな、バターさんは。はい。うん、で、あげます。はい。で、その上にリンゴジャムを、どっちかな？あ、ごめんなさい。リンゴジャムを塗って、うん、上に大福さんを。いや、リンゴジャム、チーズ、大福。あ、一番上に大福ね。うん、リンゴジャムね。ね、あのヨーグルトに入ってそうな。アボハタ。なになに？アボハタ。アボハタね。かなりいるかもしれんね。アボハタ。なんかちょっとデニッシュ語だったのに、こういうのもう入れるだけで。ねえ、デニッシュやね、もうこれで。違う。俺はアップルパイって言いたかった。デニッシュやね、これ。いやいや、リンゴデニッシュってこれあるじゃん。あります、あります。アップルパイみたいな。ああ、どっちがどっちかわからんけど。いい？いいよ。はい。じゃあチーズをひいて。ああ、そこでチーズ入るか。しょっぱいもん入っちゃうか。そうそうそう、それではこのこれがいい、いや、相性いいらしいですよ、ね、ニーズに合わせた、ね、小玉ニーズタイプや。小玉ニーズに、ニーズに合わせたチーズ。おニーズに合わせたチーズ、ね、ビーをね、俺にその、あー、緑じゃないんだもん、これの緑色が刺したいの。いや、刺したい。いや、これ欲しい。なんで欲しいんですか、うん、子供が喜ぶ、うん、ただ見てるのが好きだった。怖っ。ハードウォークたちも怖さだ、なんか。いや、絶対全国にこれが好きな人いっぱいいる。これ変化しない。怪我した。はい、よかばんた。はい、じゃあそっちに回ろうかな。あー、バターが染み込んで美味しそうだ。本当だ。さあ、これを焼いていきます。まあ、ちょっと様子見ながら5分ぐらいかな。よし、トースト2枚、スタート。はい、焼いていきます。よし。何2回して。はい、焼けました。溶けたかな。いくよ。はい、はい、ほら、わー、なんかスライムチュン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 ルルルルン。うわー、なんか目玉焼きが乗ってるように見える、ここから見たら。いろんな意見があるね。はい、スライム、スライム、スライム。確かに、あのバブルスライム ね。それにシナモンをかけてください。はい、白い目玉焼き。うん、いいよ。はい、完成。食べていきます。はい、はい、はい、どうぞ。はい、はい、じゃあいただきます。はい、いただきます。これやったら黄身が出てくる。そう、とろみあーって。あ、でもちょっと中はほら、そういうこと、あの固まっとるというか、うん、アイスだね。本当はアイス。いや、匂いがね、俺シナモンのこの香り好きなんだ。うん、シナモンとアップル。録画をします。
ただきます。はい、俺が教えたもんね、シェフに。おー、うん、うまっ。雪見大福の甘さがいい。うん、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 おやつですな。うん、うまっ。おやつか。いや、これめっちゃチーズもまた合う。うん、おしゃれデザートやん。うん、アップルパイ、リンゴパイ。うん、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 こんな感じ。うん、うん、さっき言ってたデニッシュ。あ、アップルデニッシュ、ロバートデニッシュ。うん、まあ簡単なんで、はい、はい、やってみてください。はい、ちょっと短い動画になりましたけど、はい、はい、名前なんだ、雪見トーストでした。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。そんな名前やった多分ね。ご視聴ありがとうございます。メインの釣りチャンネルはこちら。はい、はい、はい。